こんにちは。こんにちは。ひろさん、こんにちは。うなちゃん、こんにちは。おー、ちゃんと挨拶してる。エロー。エロいんですけど、僕。今回はですね。はい。みんなでかくれんぼをしていきたいなと思ったんですけど。はい。普通のかくれんぼは、もう何度かやってるじゃないですか。そうですね。そう。で、今回はね、ひろさんと一緒に、うん、鬼のリスポーン地点の、うん、まあ、すぐ下ら辺に隠れて、うん、まあ、東大元暮らしってやつですね。おお。バレないように、そこで一緒に隠れていきたいなと思います。うんうんうん、面白そう。面白そうでしょ？うん。うん、すごい。で、最初、めっちゃ塗るんですけど、イカちゃんにも、周り塗ってもらって、うんうん、うん、協力してもらいます。おお、なちゃん、なんだ東大の元暮らしって何？はい、よろしくお願いします。最初2分間塗る時間与えてもらったんですよ、ひろさん。そうなんだ、2分塗っていいんだ。そうそう、で、ひろさんちょっと来て、こっち来て。東大元暮らしってさっき言ったじゃん。うん。ここのさ、リスポーンってさ、ピンって出てくるでしょ？うん。で、そこの、もう出てきたところの真下、だからここら辺だね。鬼がいる近くに隠れて、わかる？うわー。そう。で、本来の意味はさ、うん、東大の下ってさ、明かり灯らないじゃん。うん。東大は明るいのに、明かりいっぱい、ま、ぐるぐる。おー、なるほど、なるほど。そう。っていうのを、今思い出したわ。すげえすげえ、そうなんだ。そう。すごっ。まあ、僕知ってたんですけど。知ってたのかよ。あれか？視聴者のために、知らない人のために聞いてくれたのか？あ、そう。優しい。そういうことにしとこう。めっちゃ優しい。そうだ、賢いので、ね。うなちゃんより賢いので。じゃあ、これミサイルあり？今ちょっと邪魔だから使っておいて。同じことして。これ早く塗らないと元暮らしできない。あ、うなちゃんちょっと無理なんですけど、これ。どうした？あ、大丈夫だった。大丈夫だ？うん。ごめん、ひろさん、また溜まっちゃった。うなちゃん、東大の元に暮らすわ。あ、どこにしよっか。ここで、待って、一回さ、逃げるふりしよう。あっちに行くふりしてさ。こっちいないよ、みたいな感じ出して。わかった。オッケー、じゃあ戻るか。あ、あそこにイカちゃんいるよ、ひろさん。怖い。東大元行くぞ、東大元。こっち。あ、うなちゃん。あ、どうした？ここに穴が開いてるよ。あ、やばい。穴やばいね。あ、うなちゃん、ガガ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 ガ
上に。元暮らし。ゆうさん、真上に鬼いる。うなちゃん、元暮らしだよ。あ、動く。あ、怖い。動いた、動いた、動いた。成功するから。怖い。行った行った。行った、ゆうさん。行った、行った。戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。戻ってきた、元暮らし。元暮らし、元暮らし。元暮らし。すごくない、ゆうさん。あ、できた、元暮らし。元暮らしできた。うなちゃん、これが元暮らし、灯台か。そう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 、これすごいでしょ。すごいな。バレてないんですよ。すご。すごいでしょ。すごいわ。これは暗いわ、ここは。うん、そこは、隙間だもん。それは暗いよ。そういう意味じゃないんだよ、ひろさん。え、違うの？ああ。明かりの下は暗いって意味なんだよ。あ、そうか。でもここ、明るくなっちゃったんですけど、これ。うん、どういうこと？この隙間のとこ明るくなっちゃった、今。暗かったのに。雲が影になってんじゃないかな。そう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 。これちょっと使っていい？ダメ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 。あの、邪魔なんだよね。ねえ、ダメだって、それやったら。ねえ、なんかやだやだやだ。無理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 。バレちゃうかな。バレちゃうバレちゃう。だって今元照らしてたもん。東大元照らしになっちゃった。うまい。ゆうさんうまい。うまい。このバイク欲しいな。自転車じゃないの？え、自転車のこと英語でバイクって言うじゃん。なんで格好つけてバイクって言ったの？自転車でいいだろ。いやいや、マウンテンバイクとかさ、うん、言うじゃん。チャリ乗る人って。言わないよ。言わないよ。言う、チャリ乗る人は言うんだよ。チャリとも言わないよ。自転車って言うんだよ。二輪車じゃない、そして言うなら。違う、自転車だよ。そうなの？そうだよ。
バイクはバイクだもんだって。ひれごさん、じゃあ自転車乗るんだよく。乗るよ。どういう時乗るの？乗りたい時に。ちょっとそこまで。コンビニとか。そう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 。うん。スプラの世界、コンビニあるんだ。コンビニあるよ。あるんだ。どこ、うん、どこって何？場所？うん。どこにあるの？それは教えないよ。教えてくれない？自分だけのもの。そう、僕の行きつけだから。ファンが殺到しちゃうから。あ、ひろさん。はい。ステージ変えて、灯台を変えてやってみましょう。はい。まあ、さっきアマビだったからバレなかったって言わせないように。チョウザメでも。わかった。うん、隠れていきましょう。灯台元戻し。なんか間違ってるぞ。灯台元戻し。灯台元？灯台元戻し。戻しじゃないんだよな。え、違うの？もう忘れちゃったの。え、忘れてないんですけど、僕賢いので。東大元暮らし。東大元暮らしだし。あ、そうそうそう。だしは、だしはいらないんだよ。東大元暮らしだし。あ、待って、俺もそれ持ちたい。ダメ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 。いやいやいや。ダメ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 。持たないで、持たないで。やだやだ。ゆうさん行くよ。元暮らししに行くよ、ひろさん。元暮らし、元暮らし。元暮らし行くよ。どこにする？角に行くか、ここに行くか。ここか、角。どっちがいい？角。どっちがいい？うん。オッケーオッケー、元暮らししよう。オッケー。角暮らし、角暮らし。これこっちでいいんじゃない？うん。うん。怖いね。来るよ。じゃあなんかこの上も塗ってあるんですけど。え？ほんと？ほんとやばいね、なんか。これやばいんですけど。誰ですか、塗ったの。あ、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 角暮らし、角暮らし。うわー、やばい、道しか。うなちゃん。どうした？この上を塗った人がいると思うんですよ。はい。誰が塗ったんですかね。いや、俺塗ってた、ここ。いや、僕なんですけど。おーい、自分なのに俺のせいにしたべや。